うまく馴染めるだろうか。自分は普通でいられているだろうか。目の前に映る自分はいつも他人のようで空っぽだった。大人になれば正解は出せるのだろうか。正しく生きていくこと、人に嫌われない、みんなと同じ道をしっかりと歩いていけるのだろうか。ばあちゃん。行ってきます。わからない。僕は正解を出せているだろうか。親の離婚をきっかけに東京を離れ、突然祖母の家へ引っ越してきた。おい石倉、俺中村さんに告白するわ。え、待って待って、俺告白するから中村さんに。マジで俺が好き。じゃあお前やめろ。狭めてくるけれど別に悲しくはなかった。篠崎、俺そういうのじゃないからさ、普通っていうか、だからごめん。東京に居場所があったわけじゃない。だからどこにいたって変わらない。分かんないことあったら先生に何でも聞いてもらって大丈夫だから。じゃあちょっと待ってて。はい、おはようございます。おはようございます。今日はみんなに新しい仲間を紹介します。僕は、マジかそれ、篠崎くんです。どうぞ。僕が分からなかった。近くにいるように見えて本当はすんごい遠くにいるんだって。わからないものって本当は美味しいんだよ。何やってんの。おい、これあげる。え、じゃあね、アキ。花宮キイタ、そいつは同じクラスでモテそうなやつだった。
キータはスポーツができて頭も良くて、いつも誰かといた。噂じゃでっかい家に住んでて金持ちっぽかった。何でも持ってた。僕なんかとは全然違う。わからないものって本当は美味しいんだよ。東京ってもっと洗練されてると思ってたんだけどな。何？何の話？ん？転校生。ああ。なんかさ、あいつ空気みたいっつうかさ。そうなんだよ。暗いしな。あ、てかさ、キータこの間転校生と喋ってなかった？え？何？知り合い？いや、まあ。え？え、なになになに？お前ひょっとしてまさか。そんなんじゃねえよ。え？何じゃねえ。おい。どうしてあの時同じなんて思ってしまったんだろう。わからないものが美味しいなんて、なんだそれ。近くになんていない。遠くて届かない。あいつは特別で僕とは違くて、なのにどうして。チャリ壊れちゃってさ、走った方が早いかなと思って。は？お前みたいな人気も僕と一緒にいない方がいい。僕みたいに普通じゃ、普通じゃないやつなんかと。俺そういうのじゃないからさ、普通っていうか。だからごめん。よし、分かった。明日から毎日一緒に帰ろう。は？何？
んだよ。お前、僕の話聞いてたのかよ。うん、聞いてたよ。何、アキ、何、どうしたの。あ、もういい、いいから、それでいいよ。まあ俺も普通じゃないんだけどね。誰だって思い描いたような素敵な人生を送りたい。いつだって正しい理想の自分でありたい。そう願って生きているのかもしれない。変な顔。でもこの時の僕は全然分かってなかったんだ。何も分かっていなかった。